タイガードはアメリカ合衆国オレゴン州ワシントン郡にあるし、2010年国勢調査の時点における人口は48,035人だった。2007年の時点で州内12位の人口を有する都市となっている。市政志向は1961年である。北部でビーバートン、南部でテュアラキンに接し、ポートランド都市圏の一部を形成する。 週刊高速道路5号線とオレゴン修道217号線の2つの高速道路が市内を貫いているほか、オレゴン修道99号再線、オレゴン修道2 1 5号線も主要な幹線道路として機能している。鉄道ではトライメットが運営するウェストサイドエキスプレスサービスが市内を走っている。ウィルソンタイガードウィラメット渓谷の多くの都市と同じようにタイガードの共同体も 数世帯の家族が移り住んできたことによって成立した。中でも重要なのがタイガード家であり、ウィルソン・エーム・タイガードがその主だった。1852年、まだイーストビュートと呼ばれる、この地域に移住してきたタイガード家はイーストビュート学校一軒の商店、集会所の創設に関わるようになり、1886年にはイーストビュートをタイガードビルに改称した。 1886年、福音派だった彼らの組織は、タイガードの商店の南にあるブルサンのふもとに、エマニュエル福音教会を建てた。鍛冶屋が1890年代にジョンガードによって、商店の迎えで始められた。1896年には、ドイツ人の入職が活発になったことを受けて、新しい学校が創設された。1907年から1910年にかけて、 タイガードは急成長を記録する。メインストリートでは建設ラッシュが起こり、いくつかの商業施設のほか、ジャーマニアホール、商店兼郵便局、カシウマイが新たに建てられた。わずかではあったが電話サービスも1908年に始まった。1910年、オレゴン電気鉄道がタイガードまで伸びると、メインストリートはさらに発展する。小さな農村に過ぎなかった。 タイガードビルが成長期を迎え、これが1961年の市政志行につながった。タイガードに名称が変更されたのは1907年のことであり、解消は鉄道会社がタイガードビルと近くのウィルソンビルの混同を防ぐための配慮から行われた。タイガードは鉄道駅がある北東部に向かって発展していった。 1911年になると、タイガードの街に電気が通った。テュアラティンバレーエレクトリック社が、タイガードとシャーウッド、そしてテュアラティンを電線で結んだのである。ウィリアム・アリスは1912年、カジアをメインストリートで始めたが、これが後に、電気製品の修理や部品の供給などを行うサービスステーションとして発展した。 1930年代になるとメインストリートが創薬補装化され成長に応えて新しい学校がまた創設された。1994年タイガード氏は所有権をめぐる問題で訴えられランドマークとなった連邦最高裁判所による判決でタイガードの敗訴が確定した。この判例によって地方自治体が土地利用において所有者の許可を求めるときに 適用されるラフプロポーシャナラティテストが確立し、後に全米で適用されることとなった。2004年の住民投票において、タイガード市は西部にある高台のブルマ運転ンン、非法人地域を併合することが決定した。しかし、ブルマ運転ンンの住民の反対運動が起こり、現在軽争中となっている。中心街にあるウェストサイドエキスプレスサービスのタイガード、 トラジットセンター駅タイガードにあるブルーマウンテンロードアメリカ合衆国国政調査局の発表によれば市の総面積は28平方キロメートルであり、そのうち28平方キロメートルが陸地ごくわずかとなる0.09%が水域である。タイガード市の北部はメッツガーやブルーマウンテンの一部とともに97,223の ZIP コードを使用している。 一方、タイガード市南部では、近郊のキングシティやダーラムと共に97,224を使用している。これら2つの ZIP コード宛ての郵便物は、いずれもポートランドでプロセスされる。メインストリートにあるタイガード郵便局の ZIP コードは97,281であり、この郵便局にのみ割り当てられているコードである。また、タイガードは503。 971の市外局番が適用される地域に属する。2000年の国勢調査では、市の人口は4万1223人で1万6507世帯1万746家族が暮らしていた。人口密度は3795.3ミニだった。1599.1スクエアミの平均密度に1万7369件の 住宅が建っている。人種構成は、白人85.38%、アジア系5.57%、アフリカン・アメリカン1.14%、先住民0.61%、太平洋諸島系0.53%、その他の人種3.76%、及び今月、根結3.00%である。人口の8.94%はヒスパニック、または、 ラテン系だった。先祖構成は、イングランド系17.5%、ドイツ系17.1%、アメリカ系14.3%、アイルランド系9.0%である。16,507世帯のうち、33.5%が18歳未満の子供と一緒に生活しており、52.0%は夫婦で生活している。9.2%は、 未婚の女性、または家婦が世帯主であり、34.9%は結婚していない。26.7%は一人以上の独身の居住者が住んでおり、7.8%は65歳以上で独身である。1世帯の平均人数は2.48人であり、結婚している家庭の場合は3.03人である。 市内の住民は25.5%が18歳未満の未成年、18歳以上24歳以下が9.0%、25歳以上44歳以下が34.1%、45歳以上64歳以下が21.4%、および65歳以上が10.0%に、わたっている。中央値年齢は34歳である。 女性100人ごとに対して男性は96.0人で、ある。18歳以上の女性100人ごとに対して男性は92.8人で、ある。この都市の世帯ごとの平均的な収入は5万1581ベードルであり、家族ごとの平均的な収入は6万1656ベードルである。男性は4万4597ベードルに、 対して女性は3万1351ベイドルの平均的な収入がある。この地域の一人当たりの収入は2万5110ベイドルである。人口の6.6%及び家族の5.0%の収入は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の7.8%及び65歳以上の3.6%は貧困線以下の生活を送っている。 タイガードのメインストリートタイガードの公式に13の地区に分けられている。それぞれ1から13の地区番号が割り当てられているが、一部の地区では日常的に番号を用いず、伝統的な地名を非公式に採用している。具体的には次の通りである。まず、地区1は特定の名称を持たない。地区2はサマーレイク公園にちなんでサマーレイクと呼ばれる。 地区3あたりの地域は歴史的にグリーンバーグと呼ばれてきた。地区4はノースタイガードと呼ばれることもあるが、より一般的にはメッツガーと呼ばれる。地区5はタイガードトライアングルと呼ばれ、オレゴン修道99号再選、オレゴン修道217号線、週刊高速道路5号線に囲まれていることからこの名がついた。地区6にはダウンタウンタイガードや市役所がある。 タイガードの中心街の再開発計画が長期的に進められているが、その焦点となるのがこの地区である。地区7は、ボニータ通りやボニータ公園があることから、ボニータと呼ばれることがある。地区8は、サウスビューと呼ばれ、ブル山から修道99号再生を挟んだ、ところにあるリトルビュート山の上に位置していることから、この名前がついている。地区九は、クックパークと呼ばれ、 市内最大の公園がここにある。また、タイガード高等学校もここにある。地区10は、セントラルタイガードと呼ばれ、旧ダウンタウンの所在地として、現在は、修道99号最前沿いに、モールが建っている。地区11は特定の名称なし。地区12は、イーストブルマウンテンの編入済み地域である。地区13はブルサン北西の傾斜地であり、ウェストタイガードと呼ばれる。 リンカーンセンターにあるリンカーンタワー1880年にウィルソン・エーム・タイガードの息子が SW ・パシフィック・ハイウェイと SW ・ガード通りの角に建てたジョン・タイガード邸がある。この建物は1970年代に解体の危機にさらされたがタイガード地域歴史保全協会の尽力により保護された。1979年に国家歴史登録財に登録され、 現在は SW カンタベリーレーンと SW103 番通りの角に所在している。マイカのポートランドローズフェスティバルの間、タイガード気球フェスティバルがタイガード高校近くのクック公園で開催される。市内で最も高い建築物はリンカーンセンターにある12階建てのリンカーンタワーである。この建物は市内だけでなくワシントン軍全体を含めても最も高い。 タイガード市のほとんど地域はタイキュアラティン公立学区の管轄である。北西部の一部の地域はビーバートン公立学区が管轄している。タイキュアラティン公立学区には小学校が10校、中学校が3校、高校が2校ある。タイガードにはタイガード高等学校、ファウラー中学校、トワリティ中学校、アルバータライダー小学校、CF タイガード小学校、 ダーラム小学校、メアリーウッドワード小学校、テンプルトン小学校がある。ウィキメディアコモンズにはタイガードに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。